これまで数々のノーベル賞を取ってこられた日本の先生方がおっしゃるのはやっぱりこれをやってて一体何の役に立つんだここですかジョブ型が採用されてない日本の就職活動とか。 大学生が就職するときに新卒で採用するときに大学で学んだことがしっかり生かされてない今の日本企業の採用の仕方についてどう思いますかありがとうございます大学などで学んだことがそのまま就職先で生かせるような仕事ですか例えばの話でいいですか大学行かれた何を学ばれてましたか今大学3回で、はい、僕は理系の大学に進んでるんですけど例えば研究室で学んだことがしっかり生かせるように理系で学んだことを しっかり研究職とかになって専門的に高いレベルで社会で生かせるようなところに進むんじゃなくて一般就職で全然学んだことが生かせず普通に一般就職するような人が多い状況について JOB 型とメンバーシップ型採用で日本はジョブ型が生かされてなくて専門的なレベルが下がっているなっていう懸念点があると思うんですけどアプローチがあれば教えてほしいです。ありがとうございます学問に対して 国は財政措置を絞ってきてきると思うんですよで逆に言ったら企業側とつながったところには金出すわ企業側にも金出してもらえってことをやってきたわけですね要は何かと言ったらすぐに金になるものに対しては優遇するでも金にならないものはもう淘汰していけと。だとするるならばある意味で 科学技術だったりっていうものはちょっと優先的になっていくかもしれないけどそれ以外の学問っていうのは置き去りになっていくわけですよねそういう状況を作っちゃったらこの国で学問っていうものがもう止まっちゃうっていうかもうある意味でものすごく弱いものっていうか数少ないものになっちゃうっていうそういうことをやってきたっていうのが一番まずいと思うんですこれまで数々のノーベル賞を取ってこられた日本の先生方がおっしゃるのはやっぱりこれをやってて一体何の役に立つんだって言われるものを何十年も積み重ねてきたとつまり何かっつったらその本人の努力だけじゃなくてその研究だったりいろんなもの を支えててていいくっっっう財政措置はは過去にはあったってことですよねどうしてそれを途切れるのどうしてそれを絞ろうとするのすぐに結果が出なきゃお前そんなもんクビだぜっていうようなことってこれ一般社会でもあるじゃないですか。 そういううういい社会のありり方自体がもう先細りしかないと思うんですね何が言いたいかってことですけどそういった専門的観点だったりそういう学問を深めた人たちをあまりにも扱いひどくしすぎってことよく最近では報道に出てると思うんですけれども要は飛び級をして大学に入って理系のことをどんどん学問を深めていった。 ある意味で天才と言われたような人たちが今、長距離のトラック乗ってるみたいな人もいらっしゃるじゃないですか、ちょっと待って、確かに今、輸送の仕事、ものすごく重要で、2024年問題もあるし、トラックドライバーだったり、いろんな人を確保しなきゃいけないのはあるけど、その人、本当に、その天職と言えるものが本当にトラックドライバーなのもったいないじゃないですか。 国家としてねこれは先々役に立つかどうかは分からないけれども学問として深める必要があるというものに関しては国はやっぱりお金出さなきゃだめなんですよで研究してるだけでも食べれるようにならないきゃだめなんですよ例えばですけど文科省これ1990年ぐらいにそういう研究者を増やそうと1万人増やそうじゃないかポストコを増やそうみたいなことをやってきたわけですね。 増やすだけ増やしておいて、その先が行き場がないっていう状況で、結局みんな超高学歴なのに、これ、ものすごい貧乏してるみたいな人たちが増やしちゃったわけですよ。これって、ある意味国家の失敗ですよ。そんな目に合わせてどうすると、これ、宝ですよ。だから、ある意味でそういった専門的知識を持たれた方、学問を深められた方々が、一般職に就く、その人の希望だったらいいですよ。けれども、そうじゃなくて研究を続けていきたいんだ、何が当たるかわからない、そういうもんじゃないですか。これだだって投資なんだから 投資がなければリターンもないんですよ、昔はあったでしょって、だからノーベル取ってきたんですよ、それを考えたら、やっぱりそこは国が担う部分なんだろうと、研究っていうものであったりとか、学問っていうところに対して、やっぱり私は投資をしていくような社会が必要なんだろうと、ごめんなさい、教育に対してどれぐらいどけちかっていう部分をちょっと最後に確認しておきたいと思います、雑に言ったら公務員的な扱いでもいいと思うんです、はい、ありがとうございます、えー、こちら、OECD、時にはですね先進国グループと呼ばれることもあります、OECD。 OECD の38カ国中日本はワースト2位なんだよ何が教育機関に対する公的財政支出教育に金をかけないドケチの1位2位をずっと争い続けている国家なんですよこれはあまりにも情けないしもったいないってことですねなので私はしっかりと財政措置をしていくべきだという立場ですすいませんありがとうございます はいありがとうございます現在あの税金について勉強している大学生なんですけども消費税インボイス廃止に対してどういった取り組みとかアプローチをかけていくのかっていうのを具体的に分かりやすく教えていただきたいですお願いしますありがとうございますもうシンプルです国民運動にするしかない政治の場では消費税で廃止とかインボイス止めるってうことはもうほぼないです事実上多数派がそれを進めようとしているから消費税はこれから上げていかれる一方消費税が上がれば当然それと セットで法人税も下げられていく消費税が上がるたびに法人税下げられてますからこれ代わりの手段なんですよ資本家に対して忖度するために減税するんです減税と消費税増税はセットなんです これはもう今の資本家にコントロールされたこの社会では、もうこれは約束ごとなんですだから経団連とかも2025年までに19%まで消費税上げろってことをずっと言い続けてる、だからこの状態を変えていくためには何をやらなきゃいけないか、政治の中での取り組みもありますけれども、もちろん訴えであったりとか、でも一番やらなきゃいけないことは、この国のオーナーである皆さんに、消費税をやめても何の問題もないってことを伝える必要がある。 消費税が始まったの19年3 1989年年より前は消費税なかったんですよじゃあ何でやってたんですかってことです何でやってたかって考えたら当然所得税だったりとか他にも法人税ですよでここに対して普通に累進制っていうものを導入する必要があると私たちは思ってます法人税に対して累進制を導入日本ではなかなか難しいでしょうどうしてかってったら資本家に忖度し続けた30年で消費税すらも法人税減税の穴埋めとして扱われてるものだから その法人に対して、その資本家に対して累進税を導入しますなんてことは、なかなかこれは通用しないと思うんです。彼らの飼い主だから、与党側の飼い主は経済界だから、それを考えたときに、じゃあ、この国のそれ以外のオーナーの皆さんに消費税やめましょうよと、景気よくしましょうよと、あなたの手元に置いておけるお金をもっと増やしましょうよということをやっぱり訴えていく、どうしてかといったら、この国のオーナーみんなだから、資本家じゃないんですよ、一部の政治家じゃないんですよ、あんなものは雇われだから、私も含めて、期間限定の雇われ。 その者たちがこの国を牛耳ってるんじゃなくて、本当にこの国で権力のあるのは皆さんだから、これは消費税をやめるってことも実現可能なんです。政治の場で決められたことは、政治の場で覆せる、当たり前のことですね、諦めた時点で笑うのは誰か、一握りの者たちだけですよ。 それをひっくり返すときはもうそろそろ来てるっていうかもう動かなきゃダメだだからその先頭に立たせてくださいと国民運動で広げていくしかない一人でも多くの方々が消費税を廃止もしくは減税を強く望むって人たちが増えれば増えるほど政治は変わっていくんですどうしてか傘緑だからオーナーを動かすっていうことが一番近道私はそう思ってますもうすでに政治の中のパワーゲームで圧倒的な与党というものがあって その中でもう今の税制は資本化、大有利っていう方向にもう舵を切られているわけですからここに対して中でやれることっていうのは今の状況を覆すというのは非常に難しい状態ですだからこそ選挙があるってことです、ね、そこに対してこの国のオーナーの方々と力を合わせていきながらひっくり返すしかない、そう思ってますすいますすせんありがとうございます。